ストリートファイターのあの人じゃないよね。サイコクラッシャーの人じゃないよね。はい、やばい、やばい、危ねえ、びっくりした。待って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 、もう前回後半でパッとねテンパった時に撮ってたこちらの英雄断罪記というのがね、なんと震えているんで思い出したいと思います。なんでここで震えるんだろう。まあいいや、いや、思い出して。おお、これ前回ね、後半にパッと撮ったんですよ。おお、スピンラッシュ。一定確率で劣化たび強いのかな、これ。なんかでも攻撃力低いなぁ。ま、もう使っていきますか。試しいね。ちょ、強化しに行こうかな、これ。帰り道こっちだっけか。強化できない。あ、あれ壊れるぞ。あ、開いてまる、開いてまる。あれ、俺こっちから来たんじゃなかったのかな。これ開く？開かない。でもなんか進めるな。あれ俺こっち来てないぞ、多分。なんかスピア系ですよね。距離取って戦えるみたいな。強そうだね、これね。開かない。アイテムがあるだけなのかな、これ。もしかしてここは。お、来てないですね。お、部屋があるぞ。お、すごいすごいすごい。すごいすごいすごい。ま、記憶があるだけか。うん。こんだけだね。あれ、じゃあこっちじゃないか。もう一個の方の道か？はい。パパッと行って戻ってきました。でね、こちらをね、レベル1にしました。英雄断罪記。これ強いのか、レベル1だからな。正直そんなに強くないと思うけど、この火山間進んでいきますか。こう敵強いんだよね、盾持っとく？あ、まあまあいけるね。オッケーオッケー、ローリングいけるから。まず何が強いかって、この、ね、鎧の騎士なんですよ、問題は。こいつを倒さないと、こいつを素直に倒せるようにならないと、正直。あ、でも距離と戦える。あ、いいねいいね、距離、でも、あんまダメージ。まあまあいい気がする。待って待って、なんでなんでね。クリティカルが入ってほしいよね。おっとっとっと。はい。あ、でも。あ、でも距離と戦えるな。これは強いぞ、マジで。いいねいいねいいね。チクチクだけど、まあいいと思う。全然。ちょっとどこついてる？あ、全然いい、全然いい。ノーダメでいけるな、これなら。オッケーオッケー、いけるいける、よしよし。まあまあいいんじゃない？これ距離取って戦えるっていうのは強いな。強みかもしれない。そんで、前回どこに死んだっけ？あ、そう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 。この火山間特有のね、蛇人間に。何？怖っ、なんか今先攻撃聞こえなかった？気のせい。はい、はい。いや、ちょっとこれしん、いって。だるる、あまりにも弱い、この武器は。ちょっと変えよう。前回もう一個ね、この槍を取ったんで、ちょっとこう槍も使っていきましょうか。こいつさ、弱体化させて、これ弱体化してるんですよ、これで。弱体化できるんですよ。いや、どこついてる？いや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 、ちょっと待って。いや、おかしいって、この、この槍おかしいだろう。めっちゃ、どこついてんだって、それ。やばいって、それ、マジで。あ、でも、強攻撃と結構入るな。あ、蛇人間はそんな強くない。あ、階段だとこれ、バグっちゃう武器か。え？なんか、無音で死んだんだけど。なるほど。いろいろ工夫が必要だな。逆にだけど、バスターソードにして、弱体化してバスターソード量的のかな、ほっとかの方が強えのかな、普通にな。結局バスターソードダイアリーっていう。こっから先進んでねえかな。あ、いるな、なんか。まあ、こいつは弱そうだな。まあ、2体か。1体ずつ釣った方がいいよね、やっぱね。これバスターソードがどれぐらい入るかで、もうここの攻略は全て決まる。強いな、相変わらず。いや、めっちゃ強い。いや、めっちゃ強いな、これ、本当に。もうこれ一本でいいんじゃないか説出てきたの、俺の中で。なんだお前。魔法使うんか。お、あれそれ、あれそれ。キモい、キモい、キモい。これよくわかんない、よくわかんない。なにこれ、何してんのこれ。うわー、超えてくるやん、これ。なにこれ。なにこの魔法。何してんだ、お前。よくわかんねえことすんな、お前。よくわかんねえことすんな。
強すぎ。マジ強い、本当に。もう、なんならコメディレベル。前方的いるの、ここに。ほんとだ。センキュー。クソったれ、この野郎。入ってこい、中に。ほい！オッケー。強すぎ。マジでバスターソード強い。こっちかな？前方に忍耐さ。レバーがあるぞ。ガッチャンコ。ほう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 、道ができるんだ。なるほどなるほど、オッケーオッケー。あれを動かさなきゃいけなかったってことね。これでこっちに道ができたのかな？そういうことだね。この先はなんだ？めっちゃ怖い。痛いだ。こいつ魔法だろ、多分。俺の予想。残念。だった。なあ！いやあ、最後か、最後外すんかい。ちょっと待って。ちょっとなんかこれなんかさ、このゲームさ、なんか、精度が低いんだよね。外すんよ、よく攻撃を。開いたぞ。ショートカットだな、これも。じゃあなんだ？うわ。ダーリー。バスターソードでどこまで戦えるか。チャンス。これいいよ。はい。一発。はい。ローリング。これでいいよね。はい。ローリング。ローリング。もう一回やらないと高め。あれ、意外と伸びてくるから。強っ！よかったー、バスターソードだって。バスターソードなかったら俺クリアできないよ、こんなの。ん？はいはいはい。そういうことね。これ下はあいつ意味ないよな。あいつと戦う意味ある？ないと思うんだよね。じゃあまあこっち行きますか。ここ登って、こっちかな？びっくりした！もういきなり喋りかけんじゃねえよ。はい。こっちか。英雄たちは裏切ったと。はい。なんか来てね。明らかに足音みたいに聞こえるけど。なんだ？ここ開くんか。開くな。結構広いな。こっち、じゃあこっち行くか。めちゃくちゃ火山館っぽいけど気のせい、これ本当に。これ本当に俺の気のせい。この椅子なんだ？味方？カルシファーみたいじゃん。なんか思い出せるのかな、これ。思い出せるものはあるのか？なんか思い出しそうだよね、ここね。ないですね。めっちゃ思い出せそうな場所なのに。OK。じゃあ、ここ入っていく？はい。まずは、この横道から潰していくか。多分、登っていく感じだと思うんだよね。ここも登れるな。ポップアップコード。怖え。いきなり出てくるかな。回復あんまねえからさ。これ上がっちゃったな。一個上の階に。やばい。なんかいる。おぶれ。来たな。おぶれ。はい！めっちゃ入るやん！あぶねえ！今の被った！被ると危ない！危ない！危ねえ！次でとどめだな。すごいさ、オッケー！よーし。もうこれでいいわ。もういいっす、これで。この武器でマジで。この武器でマジでいいっす。これは英雄たちなのか？この壁の絵は。お。見たことあるようなやついるか？今のところなんか、それっぽいけど、なんかちょっとし、あれ？これ、ストリートファイターのあの人じゃないよね。サイコクラッシャーの人じゃないよね。気のせいかな？なんか似てるけど。まあ多分気のせいですよね。パクリは良くないですからね。気のせいですね。多分サイコクラッシャーの人かと思ったけど違うと思う。多分。これが多分にわかだから、そう思い見えるだけだと思う。はい。まさかパクるわけないじゃないですか。対策ですよ、ああいうの。さて、さっきこっちの上から、なんだ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 、気持ち悪いな。こっちはなんだ？いるね。なんか足音がする。素早い敵気をつける。素早い敵がいるのか。あー、はいはいはい。狼ね。狼太郎がいるから、先に狼太郎をやっつけるべきかな。こいつを先行きたいところ。はい！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 やばい！やばい！ぐーハゲがいるから、このハゲから先にピュッ。
これで釣って、いやお前魔法かよ、ふざけんなよ普通に。来いやこっちに。いやこれ越えてくんだけど壁、意味がわからん。やめんさい。これ何、これ何が増えてんの。うわーびっくりした、マジ減りすぎなんだってお前の攻撃。一回逃げる、一回逃げる。回復回復回復して、光ってるな、チャンス。おいしい、ハゲをこれで先に倒して、オッケーオッケー、ハゲ倒して、血の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 、何これ気持ち悪い。このアイテム何これ、何このアイテム。ここにもハゲがいるから、いや、いって、投げやり？へ？お前来いや、こっち。おい、クソったれ、こっち来い。お前のこと言ってんだ、ハゲ。こっち来い。一発、先生。ツーヒット。おいしおいし、光ってる。クソったれが！ハゲこの野郎、オッケー。よっしゃあ。全員ハゲだわ。ふざけんな。お前もだよ、マジで。なんだそれは！クソったれが！オッケー。よしよしよし。血の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 が何だったか気になるけど、まあいいや。とりあえず進もう。あ、オッケー。進みました。NPC を試す。どういうこと？はい。はい。よし、クリティカル。ゲット、ゲット。血の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 。ここの下行ってねえな。なんか、盾持ちの騎士がいるんだけど。いや、これさらに上に登るんだろう。まあ、でも、ここ行った方が良さそうだね。お宝のカナンがありそうな気がする。だってこいつ強そうじゃね？いや、普通に強そう、あいつ。盾持ってんだけど。あー、これが必要なのか。これ多分動かすんだな。こうだな。あー、動いちゃった、動いちゃった。よくわかんない。動かしながら行かなきゃいけないんだね。これ叩かなくていいんじゃね？スルーしていくスタイル。こっち行っていいのかな？うわ、またいるし、もう最悪なんだけど、ほんとに。来た来た来た。行って、やばいやばいやばい、これ一回しか引かないと死ぬ。回復回復回復。あぶねえ、あぶねえ、マジで本当にこいつなんだ。じゃ魔法がなんか食らってる、ハゲ、やばい、なんだこれ、いてえ、マジで何この魔法。おお、文明社会の装備、喉がピッパチンってな、もう、何これ。こいつを倒していけばショートカットなのか。強そう、こいつマジで。あれ階段降りれないのか、こいつ。バスターソードレベル2にしてきた。プラス2にしてきました。うわ、なんだなんだ。あ、弾けるじゃん。強攻撃で弾けますね。あれなんだ、入ったぞ。入ってるぞ。なんだ、何の盾の意味なの。プラス2にしたからすげえ強いよ。でも正直、一言だけ言えるのは。そうだ、先に、狼男を潰さなきゃいけないんだが、潰そう潰そう。こいつを先潰す。で、魔法がダリーから、なんかだるくない？なんかだるくなってない？なんか。多分入ってくるよ、これ。やっぱり。これを盾にして、俺は思いついてしまったんだ。待って待って。一回こっちに危ないっすよ、危ないっすよ、竜との英雄戦品戦利品、危ないっすよ、危ないっすよ。あ、ここなんか来れない説ない？こいつら。おい。皆さん遅いな、足。あ、ここ来れない説あるぞ。よしよしよし、ここ来れないんだな。さては、なんかよくわかんないけど。ちょ、マジやめてそれ、ほんとに。これなんだ、毒？出しすぎだろ、お前、いくらなんでも。出しすぎだって、ほんとに。頭がいかれてんだよ。なんだっけ、リュートの、これか。はいはいはい、リュートの英雄戦利品。お、強くない？これ、ダメージ180だって。あ、でもそんな強くないか。私の主人をはじめとする多くの英雄は舞台を独占したいがために他の英雄と激しく争った。
舞台ね、舞台ってことはあの劇場みたいなところかな。うん、さっき喉がパチンってなったよね。あまりにも理不尽すぎて。いや、強ない。プラスにバスター。いや、強ない、マジで。これやばいぞ、普通に強いぞ。あまりにもさ、理不尽すぎてさ、喉の奥がパチンってなるって、みんな喉の奥がパチンってなったことある？ないよね。あ、これまた回せるぞ。使っていいのかな。ちょっと待って、これ先下行ってみるか。レバーを押し、なんか回しすぎてもダメそうな気がするよね。なんかわかんないけど、正解に導いてない気がする。ん？これどこ？これ何にもないのか。どこだ、どことどこが繋がってるの全然よくわかんないな。まあ、いや、レバー使ってみるか。わかんねえか、使ってみよう。こっちに来るためにレバーを動かしたんだから、これも多分動かすんだよな。動かしてみます。はい。ああ、なるほど。そこが動くんだ。はい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 。よくわかんないけど、じゃあ行ってみるか。ちょっとカットかな、ここはな。ん？ここか？ここ上がるのか？ちょっと上がってみよう。ああ、でもなんか来たことないっぽいな。忍耐食べてなんだこれ。これが全部英雄たちだったとして、なんなのこれが。あー、なんか絵の中がすんな、これ。ちょっと、釣るか。釣った方が良さそうな気がする。なんか右から出てきそうなんだよ、敵がな。いやー、やだな、狼男、マジ強い、ほんと、バカか、ほんと、お前ら。来るぞ。どれ？はい。よっしゃ、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 強攻撃が入ったか、先に。バカか、お前らは、ほんとに。なんか右にいそうなんだよな、これ、普通に。違う？やっぱりな、ほら、いるんだよ。出待ちしてやがる。お前魔法系だな、さては。その佇まい。忍耐試す。これ、こっち、ちょっと待って、この下は何だ？これ脇道？あ、アイテムあるな。よし。ゲット。伝統のかけら。この辺はもう全部来たのかな？そして、で、だいぶ上がってきたよ。火山管。まだあんのこれ上。あ、でももう、いよいよ天井だな。もうすぐな。はい。おお、見ろ、ゲームデザインがいい。意味わかんないけど、ちょっと待って、レバーが2個あるな、ここ。何してんの、お前。気持ち悪い。なあ！何？なんで？その距離いちいち戻んじゃねえ、クソったれ。おめえもか。おめえ魔法だな、その佇まいは。違うんかい！投げてきよったわ。なんだ、それは。このクソったれ、オッケー。回復しとこう。さて、レバーが2個あるな。下段に1個、上に1個っすね。まあ、回してみるか。とりあえず、レバーを、上のを1個回す。そうすると、上が回って、はいはいはい、そうなるじゃん。で、こっちも回してみる。こっちを回すと、はい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 、そういうことね。これとこれが繋がるんだ。オッケーオッケーオッケー、わかった。あ、でもちょっと待って、これさ、こっちの右に行けたってことだよね。右に行ったら何かあったのかな？アイテムかなんかある？なさそうだな、レバーしかないわ。ほう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 、あそこがボスっぽいね。とりあえずこっち行くか。こいつを倒さないと、始まんねえな。お、なんかそこ行けそうなんだけど。あそこショートカットだな。どう見てもな。どうやって行くんだろう。レバーの回し方が違うっぽいな。いや、でも回さないと上行けないんだよな。あ、なんかあそこにもアイテムあるぞ。両方ちょっと一回戻して、こうするじゃん。で、こっちを先回すじゃん。はい。そうするとこれが例のことがこっちに動くから、こうなるでしょ？で、ここにもレバーが一本あるから、はい。痛えな、おめえ！このレバーを、
じゃあ何もないよね。おお、見ろ、幸せだ。そうでもねえぞ。これを動かすとどうなんだ。ああ、上が動いて、はい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 。ん？よくわかんないな。ん？どういうこと？いや、違うな。これ一直線だな、ボスの道まで。ボスまで一直線になっちゃった。いや、違うんで、そうじゃないんだよ。俺、あの、ショートカットみたいなとこ行きたかったんだけどな。あれ、どうやって行くんだろう。あそこ開けないとさ、これ結構また戻ってくのしんどい。これまた、これボス戦でしょ、多分これ、俺の予想。これボスだろ、絶対。まあ行っちゃうか。なんかナレーションのおじさんも言ってたし。びっくりした！何？ボスじゃないの？僕のプレゼントを渡してって言ったのに、彼はもう経験で汚された君のせいでね。僕の心をズタズタして君をどうやったらまた信じられるんだい？文句言わず飲み込め、食らうもの。大事なのは僕の心じゃない。そうだろ？この扉に座る大英雄は大きすぎる目的を持っていた。彼女は世界を作りたがりたかったんだ。昔みたいに。だけど元に戻すことも結局は変化だ。苦しみは変化をもたらすこともあるけど、実はそれでもどうでもいいんだ。苦しみは痛みをもたらすことは重要なんだ。彼女は過ちを犯した。よく聞く話だろ。本当に大切な心を癒したいなら彼女の重荷を取り去って解放するんだ。どういうこと？だから彼女どこにいるの？わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ。しばき倒すぞ。すごいよね。どこにいんの彼女って。どこ？何？どこにいんの？なんか無垢な人に何かを渡してくれと言われたんだよね。ちょ、怖いんだけど。絶対反応しそうじゃん、こいつ。開くの？あ、これショートカットじゃないの？あ、これショートカット臭くね？うわ、これ何？え？ドラキュラ？剣を思い出す？ドラキュラの剣を思い出せるのがここで。なんか思い出すある？ここに？本当に？本当に？おー、震えてる震えてる、これだ！ドラキュラだ！ドラキュラレイピア。王座を奪われた王座強奪者の血抜き針。これですね。おー。リフレク、で体力ブーストを、まあ、こいつの剣だったのかな、このドラキュラ伯爵の。まあ、いや、とりあえずボンファイアリットつけていこう。まあ、ついたからね。まあ、いいでしょう。あー、ここでこのショートカットにつながるのか。これショートカットだよ多分な。彼女とか言ってたけど、そんないたか。誰にも会ってねえぞ俺、この城で。ショートカットだよね。ああ、ここに繋がるのか。なるほど、なるほど。はい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 。彼女って、もしかしてあの彼女？違うんかな？ちょっと会いに行ってみるか。この子のことか？ My heart is pounding.My heart is pounding.My heart is pounding. まあいいや、進んじゃおう。初見だからわけわかんねえ。そんなこと急に言われたってさ。俺だってやることがあるんだよ。とりあえずこいつを。うわ、怖っ。キモ！ 2 対1はキモいって普通に。お前からいけ。よし。一体だけ釣って。なんかさ、色ちょっと変色してない？気のせい。あ、濃いじゃん、濃いじゃん。これ無敵したいだよ、絶対。回ってくるの？嘘。今までとパターン違うじゃん。パターン変えてきたね。パターン変えてきたや。変えてきてないやん。明らかに強くなってる、色といい、あれといい。吸血鬼系だからこんな、なんかあれなのかな？紫なのかな？はは、理解してきたぞ。オッケー、クソったれ。吸血鬼系だからこういうなんかちょっとあれなのか、ウルフ人間とかそういう系なのか、ちょっと地水系みたいなやつか。ぴょっ、ここに行く。ここね、暗潮をうまく見つけて、ここで引っ掛けて戦っていくスタイル、これが一番いい。来てた。まずい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 。オッケー、おっしゃ、来た。ノーダメ、余裕だぜ。こいつ動くな。やっぱりそれっぽい感じの格好して動くんすよ。はい、バーン。これも多分これクラウンじゃない？おっと、そうでもないか。硬いね。
入ったね、なんか謎に。謎に入る瞬間がある。まだバーンか。どうだ？よっしゃ、入った。なんか入るときあるんだけど、必勝でも入ってんのか、あれ。もしかして。うわー、びっくりした。何？本当に。うわー、何その動き。キモないこいつ、えー、ないこいつ、キモい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 、同じ動きしてくるんだけど、超キモ、キモくないこれ、ないこれ、え、消えた、どこにいるの、うわ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 、今度来たし、意味がわからん、何、意味がわからない、ど、あ、びっくりした、ダークボイスポーション、棒切れの端に随分と遠くまで来たものだな。ドットへの一歩一歩により王へと近づいていく。これは本当に起きたことなのか。王へと近づいてきちゃったよ。王になっちゃうよ俺が。あれ、英会話おばさんじゃん。浮いて、くした、あぶねえ、びっくりした、待って待って。待って待って。もうやめていいこのゲーム。もう、なんでこの後、あ、なんか引っかかっ、んどこにいんの、ここか。はい、よしよし。ライトに引っかかってんじゃねえか、この誰が。お前、ないな、お前は。前方試すって何、どうしたらいいの、これ。なんか、あげろとかあげないとか言ってなかった。何をするんだろう、この人に。なんか、渡してほしいみたいなものがあるって言ってたよな。オルゴールを渡せって言われてんだけどさ、無くなるもの、あっちあっちあっち、ないこれ、ないこれ。あー、なるほど、それで開くんだ。何これ。これなんだ、思い出されるを試す。回復、お、回復できた。すごい。何のための仕掛けだったのが回復できるんだったら別にダメージだけでよくね。どうなってんだこれ。めっちゃ目回る。誰に渡せばいいんだろう、オルゴール。全然なんかそんなキャラクターいなかったけどな。俺まっすぐ来たけど。いたんかな、ほんと途中にね。もしかしたらね、俺がさ、さっきの火山艦で出会わなかったのかな。前方のアイテム左を試す。おお、ほんとだ、すげえ。NPC エリアのボスの記憶。ぐるっと一周する感じね。あれ、ここにもいない、開かない。鍵かかってんだ。じゃあ、こっちか。なんかいねえ、これ、左側に。あ、いるいるいる。来た来た。はい。OK。痛い。まあ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 。はい。はい。一発、これ、強豪儀、強豪儀の方がいいかな。こっちの方がいいかもね。強で、叩きに行った方が強いかもしれない。OK。なんだ、ここ。いや、明らかにボスやろ、これ。あ、違うんかな。ん？怖い。危ない。距離取って。距離取って。もう一丁距離取って。はい。そのチャンスだね。はい。いって、痛いよ。だいぶ来たけど、これ。これ開かないんじゃない、ここは。ここ開かないっぽくね。うわ、なんかいる。ここ開かないよね、多分ね。開かない。あれなんだ。あれ怖いな。お？クロークつかない。これ敵じゃない。敵や、敵や、何や、ロックつかなかったんだけど、最初。キモい、キモい、キモい。なんか、紳士的になってる狼男が。どういうこと？え、え、え、え？なになになに？なんかすごい紳士的に倒しづらかった。ああいう感じもいるんだ。紳士的なやつ。これ右側なんだ。ああ、アイテムか。はい。まあ、ちゅうことでね。ちょっとまだまだ先がありそうなんで、今日のところここで終わりにしときましょう。結構進みましたね。
まあ、とりあえず、すげえきついっすね。敵が強い。っていうのと、あ、あるぞ、あるぞ。なんか、もう一個あるぞ。こっちなんだ？ちょ、ここ行っていい？ここ気になるわ。なにここ。ここなんだろう。あ、こっから来たんだ。